ずは10レースから参りましょう。10レースのメンバーはこの6人ということでした。さあ早速レースの模様です。 3-2-1 の新入スタイルで始まったこのレース、スリットで波乱がありました。あ、ここはねこう見ての通り、うん、内3点が早かったですね。でまたこの4番の小畑選手が攻めていく途中ね、こうまくり差しに入る感じなんですけれどね、内3点が流れたところを1番の松井選手がもうズボ差しですね、もうバックがもうちぎる状態、あとこう2着争いになったんですけれどね、まあ、ここで鈴木選手差しに行くんですけれど、まあ、フライングコールでね残念だったんですけれどね。でも3点もね、フライングっていうことで、ちょっとね、秋さんが悔しいな。秋さんな、秋さん一番惜しかったですね。惜しい、0-2ですからね。ということで4号6号艇に関しての船券は返還になります。1-3で配当が280円という結果に収まりました。さあ続いての11レースなんですね。城滝選手ずっと調子良かったんですが、このメンバーでどうなったでしょうか。さあこのレースも速いスリットとなりました。はい、西田選手が長馬のピットマナーで生かしてね、インを取り切りました、はい、2コースに熊谷選手、城滝選手3コースなんですが、つけ前に行ったがカットされましたね。それを待ってたかのように、握りっこを待ってたかのようにね、山崎智也選手がこれいいハンドルでさせてきましたね。いい本当に前に花道だもんね。はい、てますね。まあ71期でね、 SG 初優出というのは記録的なんですけどね。この2着争いがでも激しかったですね。これが SG の女優の値打ちですね。そうですね、まあ、私はね、1点2点3点ですよね。ほらこれこれはすごいね、確かに、はい、また出てこて、みんなぶつけないのがうまいですよね。当然なんでしょうね。川村選手、熊谷選手、西田選手のね、3人の最後までの争い続きましたけども、やっぱり17号機ですかね、ここで一足違うところをちょっと西田選手見せましたね。高配当でしたね。そうですね、24結果は3070円という配当になりました、ね。さあ最後12レースになります。これですよ、はい、あこれですよ、ご覧のメンバーなんです、まあ、今村選手人気だったんですが、得点率トップで準優勝の今村豊選手がっちりとインコースキープの進入です。ここまでは、はい、山本選手がねスタート仕掛けて、はい、内からノートム選手がぐっと握っていくところ、また一番内から今村選手ね、ちょっと、うん、強引だったかなという感じですね。確かにこうやって見て、水野選手って回り足いいよな、だってこれ見てても。それにやっぱりみんなが握りっこになりましたから、4コースからね0-9のナイス差しですね。尼崎のファンは喜んだでしょう。はい、そしてまあ混戦をついて、はい、ちょっとスタート遅れてた浜根谷選手が展開を売りしてね、浜根谷選手聞いたから必死だったので、ね、そうですね。まあ前のレースで山崎選手がね、23歳同い年で優勝し決めたんでね、浜根谷選手も同い年で23歳で初優勝、うん、よくやりましたね、はい、でもびっくりしました。6-4の配当21,200円、もう史上最年少、すごいな。 SGV 何年前か覚えてます？5年前です。そうですよ、なんかこのダビッツでやっぱりそういう思いあるでしょ。まあね、あの時はすごいまだ全然なんか SG に慣れてなくてね、そらそう、いつの間にかなんか取っちゃったっていう感じがしたけど、今節6-2-3-2-1-2ですけど、一着一回しかないですけど、うん、全体的にどこのとこ一番いいのか悪いのか、悪いとこと悪いとこ教えて。悪いとこはスタート感全く今節はねスタートが切れてないから、ね、松井がねこれそう問題、ま、そうなんだ、定番を引くんだけど、そうそう、この辺りかな、3そうそうそう、センターあたり、どっちみち松井さんとまた来るでしょ。だんだん有名になってくることによって、うん、それに反比例してですね、友情が薄くなるってことない？それはないんじゃないかな。お互いなんか分かりすぎちゃってるっていうところがあってそうなんだ。優勝さん、この2人の駆け引き、うん、実に見ものです。しかし今回すごいね、松井さん、昨日までのスタートタイミングの平均0-9ダントツですよ。だってなんでそんなにスタート見えてるんですか、今節。やっぱしあのフライング持ってなかったのと、やっぱ初日2日目に、ゼロちょっとっていうスタートをねやっぱ行ったんで、それがやっぱしあるんでね、そのラインが見えますね、大体。すごいもんだね。そうすると今回ダービーの輸出3年連続ですからね。そうですね、服部さんと一緒の時あったでしょ、昔丸亀で。はい、ありました。あれ以来でね、そうですね、2号艇なんでね、そうそうそう、やっぱし2号数がやっぱしいいですね。ファンは大喜びですよ、もうこのお二人がちゃんと乗ってくると。ああ、もう天野ね、
グラちゃんでもいろいろありましたしね。そういう意味でね。そういうことでしょ。そう、この親友コンビは大変面白い。マークしなきゃいけない。しかしこれなんかリラックスしてるっていうイメージがこう伝わってくるような気がするんだけど。そうですね。もうダメ元で来てるんで。ああ、これだけどあれでしょ、初っていうか若松での SG あれの初出場。はい。あれが効いてるよね、やっぱり。そうですね。あれで一着取れて、その後の桐生でも優勝戦乗れたんで、うん、だいぶ自信にはなってます、ね。こんなにこう初初初ってどうすんのこれ。いいですね。そのまま初優勝って言いたいですね。いいね。でももう今の瞬間からプレッシャー始まんない？さっき走ってた時まではプレッシャーなかったけど。そうですかね。でもまだ嬉しいので。そう。両先輩はこういう形ですね。あと3号で。お。この。だってこの2人をどういうふうに認識してるわけ？見てるわけ？君らは。そうですね、アイドルって感じですね。あ、そう、2人。なるほど。枠番通りのコースだけは。あの、しかしエースモーターの認識あります？いやだからいいですよ。だからいいですけど、そんな騒ぐほど、あの平和島の懲罰エンジンとかそういう感じじゃないですけどね。この頃ざっとインでも見事にあれですね。じゃ今だから取り方がな、そういうペラできちゃったんで、そういう、あ、もうそういうことになってきちゃってる。ってペラだ。あのそういう、なんていうんですか、人と違うの好きだから知ってます。もうだからこだわってるだけで、ね、とりあえずピット回り良ければ絶対これです無なるでこれ、だからピット回り失敗しても誰かが、だからインが好きな人がね、どうかってことで言っちゃ悪いけど、インコースに関してはこの辺素人なんで、深くても行こうかなとは思ってますけど、またね、ビッグで僕のピット離れをね見せられるんで、まあ精一杯やってみます。頑張ります。すごいレースで、もう生涯でもあまりこの体験ないでしょうね。そうですね、こんだけのもう高額の配当金を出したっていうのは、あなたも貢献してるんですから。もう僕は6コースでねスタート遅れたんでもうないなと思って、とりあえず、まあ、最初一本で行ったら超うまく刺さっちゃって、ラッキーでした。一番いいのなんですか。いや全体的にまあまあいってるんで、特にいいっていうのはないですね。ないけど、はい、なんかなんとか乗れてるような気がします。まあどうせ水野さんが1号艇なんで、もっと内入ってくると思うんで。そうそうだよね。この辺に入れていただければいいですね。いいですね。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。とにかくついてますんでね。すいませんけどちょっと触らせてくださいスリスリしてからやらないとですね。ものすごい突き上げって言ったら、なんかこれ準優18位で入ってきたでしょ。そうです、諦めてたんですけどね、でもその時なんか起きそうだなと一瞬思いませんでした。いや12レース人の見てただけでね、秋さん2等で乗ったなと思ったら、あと誰が乗るんかなと思っただけ でSG の輸出は2回目だそうですけど、はい、何年前か覚えてます？もうかなり前ですよ。いいじゃないですか、堂々と言いましょうよ。いやもう忘れたぐらい。12年前です。12年調べない。1985年です。そうですね。はい。あ、新入ですか。新入ですか。これも1号艇は当番でここですね。当番順で。間違いなく。いや。だってあなた西田さんすごいピットバナーですよ。ピットバナーいいからね。まあこっちにあるやろね。あ、二個すぐ。うん。大体こんな並び乗りそうですか。大体。なんじゃないですか。じゃあ優勝戦は1万円ぐらいで一つ。10月12日いよいよ選ばれし6名により優勝戦が行われる。波乱を呼んだ準優勝戦、世代交代の最終形とも取れるメンバーに水野要が挑む。戦国ダービーいよいよクライマックス。10年ぶりの SG 輸出、無心こそが勝利の秘訣。1号艇水野要選手、シリーズ3年連続輸出、静かなる龍が牙を剥く。2号艇松井茂選手、2度目の SG 初輸出に気負いなし。3号艇山崎智也選手、狙うはイン速攻、見せるぞミクロスタート。4号艇西田康史選手、SG 初輸出、もらうぞ初優勝。5号艇浜野谷健吾選手、服部物語、新たなる歴史を刻め。
6号艇服部幸男選手。果たして栄光と伝統の運輸大臣旗を手中にするのは誰か。さて、まあ、いよいよね、優勝戦が始まったわけなんですけれども、ただこの時にはですね、やっぱりピット離れのいいね、西田選手がインをダッシュ、それでちょっとですね、他の選手に牽制されるような形になって進入部に回り込むの後手踏みましたね。松井さんがなんか俺のこと気にしてくれて、5号艇浜田あそこで、ちょっと流れちゃったんですよね、ちょっと今演出としてちょっと水ももらいましたね。はい、でこの状態ですとちょっとセンターはおろか露骨にもなっちゃうかなというふうに思ってたファンの方も多いかと思うんですが、ただうまくここでね、浜田選手の内側にへさきを向けて、悪くてもこれはまあ5コースにはね、浜田選手5号艇で俺は3号艇だからというなんか感じに僕は取ったんですけども、いかがですか。そうですね、もうちょっとあと目で許してって感じでしたね。そうですか、見つめ合いましたか。桐生のね、周年競争のワンツーの組み合わせだったんですけども、で、まあ、この時に、まあ、浜田選手ももうへさきはね、ピット方向に向けてますんで、まあ、6コースでいいやという感じではあったんですけども、で角はですね、これ服部選手が結局取りましたよね。はい、はい、さてスタートなんですけれども、まあ、珍しくそのかますスタイルという、まあ、角にはならなかったんですが、この時のスタートは全速ですか。そうですね、この時は全速 で、はい、でうまいこと2コース3コース行こいましたね。でこれも服部選手が動いていったのを見て、この俊敏雑誌何かお話を伺ったら、この後このビデオ100回ぐらい自分で見たと、この1マークの鋭角雑誌に自分自身で酔いましたか。いやなんかこれを見ると、あ本当に、あ優勝したんだなっていうのが、ただね、過去にある選手に伺ったことあるんですけども、スタートするまで緊張感がなくてもね、意外とパッと1マーク回って自分がいいところにいると、ゴルフでいう手がしびれた状態じゃないんですけども、意外とパッと体が硬くなるっていうことがあるという話を聞いたんですが、それはなかったですか。ありました。もう全然腕が動かなかったですね、この回ってる最中。はい、まあね、後続は引き離したんだけど、もう早くもうターンマークが近づいてくれて、はい、もう早く周回終わらないかなっていう気持ちですか。そうですね、なんで3周も回らなきゃいけないかなと思ってましたね。あ、じゃあもうそれはもう自分との戦いだったですね。そうですね、これ2着争いなかなか接戦で面白かったんですが、後ろは今ちらっとこれ大型映像装置ですかね、はい、見てましたけれども、なんか見てるふりしてるぐらいなもんじゃないですかね、全然覚えてないですね。あ、もう本人は緊張感でいっぱいと、はい、ガッツポーズどうやって撮ろうかとかってもちろん考えてないですか、まだ。あ、それ、全然考えてなくて、ゴールした瞬間、しなきゃって感じでしょ。あ、なるほど。で、まあね、後ろの方はもう競った状態なんで、この前にもう旋回の方も思いっきりね、はい、球が思いっきり外してはいるんですけれども、まあ、そういう緊張するような別に差でもないんで、でこの時ですか。本当嬉しそうなねえ、考えてたんじゃないですか。そんなことないですか。いやもう本当嬉しかったです。ね、まあ、見事に1分46秒9、まあ、まくり差しの決着という。